今回紹介するのは「話す力」という本です。話すことは生きること。明治大学教授の斎藤隆先生と TBS アナウンサー安住慎一郎さんの対談を通して。 話すことやそのために必要なことがたくさん詰まった本です先生と教え子という関係性の2人がそれぞれの立場で分かりやすく話す人間関係がうまくいく話し方話すためのインプット日本語の面白さにはまる「上機嫌で話すマインドセット」といった内容について語ってくれています。 斉藤先生の安住さんに対する温かい気持ちもよく分かったことと同時に安住さんの仕事に対する誠実さや真摯な態度に驚きました生放送での絶妙な対応テレビ8台のお話情報網の話ラジオの打ち合わせ時間のこと等々正直すごいです。 華やかな面が多いテレビ業界ですがしっかりと頑張っているんだなあと感心しました SNS 前んの昨今ですが斉藤先生や安住さんが話している内容はまさに人間と人間のコミュニケーション能力を向上させるために大切なものばかりです帯にも書いてありますが雑談説明、スピーチ会話とあらゆる場面で使えそうです 四根の想定。明治大学での撮影。先輩からのメッセージありと、明大生には必読の書籍です。そうじゃなくてもとっても役立ちます。先日は同じ TBS アナウンサーの高畑由里子さんの書籍も良かったと思ったところです。安住さんと同じように、見えないところで一生懸命努力していて、勉強熱心。 真面目であることが伝わってきました。本書も読んだ後に清々しい気持ちになる本です。地道に精進している姿って素敵ですね。二人とも明治大学出身という共通項、これはたまたまではなさそうです。明治ですから。以上、興味のある方は実際の商品をアマゾンなどでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。良かったら。 チャンネル登録をお願いいたします。